あとバチってなるとか断罪されるとか。なるほどね。ありますからね。梅ちゃんがホッチキスね。で僕が止められる神。うん、じゃあいきますよ。よーいスタート。ガチャーン。バラバラだよ。ガチャーン。刺して。誰か刺してよおい。こんなバラバラな気持ちじゃ。あ、何言ってんだお前。うん。いや、何バラバラって。バラバラだからさ、俺たち兄弟なんだけど、バラバラだから、まとまりたいのかな。まとまりたいなと思ってるんだよね、そろそろ。いや、俺に串刺しに刺されば、刺せれば、されれば、させれば、されたいな、でも。まとめられるぞ。え、そうなの？多分まとまりたいから。最初は痛いぞ。最初だけ聞いた。最初だけやっぱ痛いから。え、じゃあ、あとは？あとは気持ちよく。気持ちいいんだ。気持ちよくなるから。最初はやっぱ痛い。そこだけはちょっと分かってほしい。気持ちいいならじゃあ、飛び込んでみようかな。うん、じゃあ、まず先っちょだけやってみ。先っちょだけやってみる。奥までじゃないの。先っちょまで。とりあえず、先っちょだけやってみるかしら。分かった。じゃあ、先っちょだけだよ。分かった。うん。いくよ。うん。どうだこれ。やるならもう最後までやってよ。最後まで。最後までやる。最後まで。行くぞ。はい。あ、待って。終わんねえぞ。でもちょっとミスったかな。ちょ、抜いて一回。一回抜くぞ。このまま抜くぞ。抜くぞ。一回し。穴が開いてる。二つ開いちゃった。もう一回行くか。もう一回。もう一回行っちゃう。同じとこにしてよ。同じとこにな。同じとこだよ。じゃあここの穴行くぞ。うん。行くぞ。うん。行くぞ。うん。うん。どうだ。確かに。ああ。気持ちいい。何これもう。いや迷子だし、うん、いや本当に、うん、あの楽デビを歌うような番組じゃない。いやいや、それは知ったこっちゃないよね。確かにそうですね。それは知ったこっちゃないですよ。というわけで、はい、終了です。まだまだお届けするひょろっと男子からのプレゼント、来週もお楽しみに。高太郎と雄一郎、ひょろっと男子。学ベビのことを教えてあげるよ。鹿島隆一役の西山幸太郎です。上谷隼人役の梅原雄一郎です。テレビアニメ学園ベビーシターズのことを皆さんに教えてあげる新コーナーができました。はい、初回となる今回は学園ベビーシターズのあらすじを紹介したいと思います。両親を飛行機事故で亡くした隆一、小太郎兄弟。そんな二人を引き取ったのが、同じ事故で息子夫婦を亡くした森宮学園の理事長だった。でもその条件は、学園内に設けられた保育ルームで隆一がベビーシッターをすること。お母さん先生のために学園内に設けられた保育ルーム。隆一はそこの人手不足を補うために作られたベビーシッター部の部員第一号となり、というお話なんですね。なりって。どうなり、てんてんてん、ね、びっくりマーク。そういうことですね。うん、どうなるのかっていうことですね。ね、実際どうですか、ベビーシッターやってって言われたらうまくできますかね。なんか部活でっていう風に考えたら、どうなのかなとは思った。その、本当に。金が発生しないからってこと？うん、どういうこと？違います。汚な。いや、そういうことじゃないの？どういうことですか？でもそれかもしんない。うん、なんていうの、うん、仕事としてじゃなくて、ね。本当に仕事として、そこを生業とするのか、それともこう、今の生活の中でとか、学生の中でベビーシッターをするのかっていう中では、結構。まあ、違うよね。違うかもしれないよね。あと、実際にそこに身内がいるかいないかとかもね。ああ、関係してますけども。リアルの場合はいるもんね。そうだよね。でもだから、個人的には、ちょっと興味はあります、やっぱり。実際に触れ合ってみたいなと思いますね。僕、この間ちょうど、あれですよ、親戚の子供と。あ、会いました。会いましたね、二人。何歳ぐらいなんですか？3、4歳と5、6歳？お、あの女の子と男の子なんだけど、やっぱ女の子の方がまあ年上っていうのもあるんだけど、単純に、ませてるね。考え方が、うん、もう一
歩前に出んの。やっぱ久しぶりに会ったから恥ずかしがっちゃってさ、うん、最初は大変だったけど、うん、最終的にはもう膝の上でうわーゲームしてました。え、いいね。とっても可愛かったですね。え、どうやってそれ緊張ほぐされていくの？時間？まあ時間もあるし、周りの大人がこう林立てんだよね僕の上にこう乗せようとしてくるんですよね。で僕はまあどっちでもいいかな、うん、まあ本人が嫌ならさ強制することもないしと思ってたら、ね、うん、ポイって乗せられて、うん、でもそのまま遊んでくれたから落ち着いちゃったんだ。よかったなと思って。いや、いいね。うん、かわいいもんですよね。かわいいね。はい、ということで、紹介はですね、あらすじをご紹介しましたが、今後の放送内で僕らが演じるキャラクターのことや、僕たちひょろっと男子が歌うエンディング主題歌のことなど、一つずつ皆さんに教えていきたいと思います。テレビアニメ学園ベビーシッターズは2018年1月7日より東京 MX にて毎週日曜23時から、1月9日よりサンテレビにて毎週火曜24時から、同じく1月9日より BS11 にて毎週火曜24時30分から放送。